皆さんこんにちはレック専任講師の赤松です今日は私のオリジナル講座赤松式記述山手講座太郎と花子の事件簿二千十八という講座をご紹介させていただきますえ、私は関西地区で記述ゼミというものを実施しておりますえ、そしてこちらの えー、赤松式技術式、えー、山手講座この講座は私が実施している関西地区の技術ゼミそこで解いてもらっている問題を通信、えー、講座の形で全国の受験生に解いてもらえるようにした、えー、そのような講座でございます。こちらの講座のポイントは3つあります。 まず1つ目本試験形式の問題をとことん意識した出題をしております本講座の問題はすべて私が作成しましたオリジナルの問題です本試験では色い々ろいろと手を変え品を変え出題傾向を変えて出題形式を変えて受験生の皆さんを戸惑わせてきますまあ、そのような本試験の 式問題に戸惑われた受験生の方も多いんではないかと思います。こちらの講座では明日のような本試験の問題形式それをとことん意識して問題を作っておりますから是非本講座で問題を解いてもらって本試験形式の問題に慣れてくださいかつ本講座の問題を解いてもらうことを通じて今年の本試験に向けての 必要な論点あるいは必要なひな形それを合わせて学んでいただける形にもなっております二つ目のポイント実務すながらの問題を出しております近年の本試験問題では実務的な出題が多く見受けられますしたがいましてこちらの本講座でもそこを意識しまして 実務的な題材をもとに問題を作っております構図の名称太郎と花子の事件簿となっておりますがホーム太郎は不動産登記の担当ですホーム花子は商業登記の担当ですこの2人が取り扱う事件の内容にも着目してください単に試験勉強という枠を超えて皆さんが できるだけ楽しく問題を解いていただけるように問題の内容それから問題のストーリーそのようなところを工夫して頑張って作っているつもりです問題の内容としてはかなり難しいかと思いますただ一度やったときはできなくても何回か繰り返して復習してできるようにしていってくださいそして先ほども言いましたようにぜひ問題の ストーリーこれを楽しんでいただければと思っております3つ目のポイントですが本講座の出題問題は本試験の予想問題を兼ねております過去に私が実施した旧セミこちらで出した論点もかなり本試験で出題されました例えば不動産登記法ですと台による登記 抵当権の移転、抹消、あるいは執行部の付与など、商業登記では監査等委員会設置返しの設定、解散、吸収分割、このようなたくさん論点、記述のゼミで行った論点がたくさん出題されました。予想問題と言いましたが、適当に問題を作っているわけではありません。 不動産登記法は平成に入ってから同じ論点が繰り返し出されております。ということは平成に入ってから1回だけ出されてもう一度出ていないそういった論点を洗い出していけばそろそろ何が出そうかというところを予想することができます。商業登記につきましては平成18年に会社法の大改正がありました。 会社法大改正以後、順次いろんな論点ができてきております。となりますと商業登記につきましては平成18年以降まだ出されていない論点それをピックアップしていけばそろそろ何が出そうかそういったところの予想を立てることができます。はい、そののようにして、てて過去の傾向をを考えて予予想想問題を作っております。まあ、予想ですでから、当たる時もあれば、 外れる時もございますが、まあ何とか頑張って論点が的中するように作っておりますから、ぜひご期待ください。不等法八回、小等法八回、各八問ずつの講座となります。ただ前半四回分あるいは後半四回分分けて受講いただくことも可能となっております。ぜひこちらの講座を受けていただいて。 そして問題を解いて楽しんでもらってそして本試験形式の問題に慣れてもらってそして本番に臨んでいただきたいと思っておりますたくさんの皆様が私の講座を受けていたこと心よりお待ち申し上げておりますぜひよろしくお願いいたしますそれでは皆さん頑張ってください